boys, man, so we talk about man's two cats. Stop with the boys, my girls gotta tell me I'm awesome. Hot like fire on a pine, if you wanna touch my feet.皆さんこんにちは、ゾンさんです。今回はですね、栃木県の宇都宮のところに撮影に来てます。で、今回はですね、まあ、侍をテーマに、コンテンツを撮っていこうと思うので、まあ、それの撮影裏側とかどういう風に、動画を作ってるのかですね、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、離れるんで、はい、カット。こうしてこう溜めるところは、ここが編集で言ったら2倍とかで、2倍、50倍、200倍、50倍っていう編集のアクションの動きと、編集過程のスピードをちゃんと頭の中に入れて、そういう風に動いてもらうというのが大切です。はい、カット。はい、カット。はい、いいっすね。はい、ここでのポイントはですね、下から煽る感じで真下から撮るっていうところと、こう回転の動きをつけることで単調にならないような感じで見えるんで、寝転びながら撮るっていうのが大切ってことですね。スタート。はい、ポイントは、まあ、前のつながりがあるんで、ちょっとアクションも最初入れてもらって、一人称視点っていう、まあ、POV 目線 で臨場感出すために目線カットもらいました。で、そこからこう走っていって竹で切る。で、ここからは次こう、なんですか、追っかけ合いとか竹の中を颯爽と駆け抜けていくシーンなので、しっかりつながるようにこの竹使ってトランジションしていくっていう感じですね。なんで次は多分こう駆け抜けていくシーンを撮るかなというふうに思います。ここでかかる攻撃してください。イエーイ。はい、ガッソー。後ろから追っかけて、まあ、FPV みたいなドローンでローカットでちょっと動きを出しながら躍動感ある感じで撮っていくっていうのが、ここのカットの見せ所です。スタート。はい、抜く。ああ、ちょっとカット。最後の、ポイントはですね、まあ最後のカットなんで、前からのつながりでちゃんと右に振ってこう反撃するんですけど、その反撃がまあ最初は分からないように見せて、そこから引いていって刺さってるというところでちゃんと見せてあげて、あとは引いていって最後抜いて、まあ、あの締まる音で倒れるという感じになってます。はい、ということで今回の撮影は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回ご協力いただいたですね、 YouTube ではゴミ拾い侍さんという活動でされてるんですけど、はい、硬いですね。硬いですね。もっとラフな方がいいですか。もっとラフな方がいいですけど、普段はゴミ拾ってるんですけど、はい、そうです。今日はちょっと刀っていうんですかね、はい、はい、盾を、はい、してるんで、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、喋っていいんですか。喋ってください、喋ってください。ゾノさんとの撮影は今回で3回目。そうですね、3回目ぐらいですね。毎回もうチーム全体撮り方とかもうめちゃめちゃ刺激を受けてて勉強させていただいてます。それはよかった、本当に。ノンストップ休憩ないって言われるから。最初ロケ班って聞いてたら、 そのまま撮影やったんで、そうですちょっとびっくりしたけど、でもそのままこういけて、確かに。いや、見てる方多分カットされてるの分かんないと思うんですけど、今回ロケ班行こっかって言ってロケ班行ったんですよ。でロケ班行ってそのまま撮影して、何時間ぐらいですか、4時間ぐらい。そうです、ノンストップで休憩なく撮影したっていう。毎回そんな感じですよね。そうですね。すいません、なんか言って。いやでもそれがいいっすよね。ワクワクしちゃいます、ね。ありがとうございます。楽しいです。じゃあ、ということで、また次回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。おー。